エルンスト・ビューヒナーは、ドイツヘッセン大公国、プフングシュタット出身の科学者。1888年に、プフナーロート、プフナーフラスコを発明し、特許を出願したとして名高い。1850年3月18日、プフングシュタットに、科学者、工場主・政治家であるビルヘルム・ビューヒナーの子として生まれる。 中便ン,ンで科学を学び、いとこであったマチルダ・ビューヒナーと結婚する。子供は、科学者のカール・ビューヒナーと画家のフリードリヒ・ビューヒナー、ブッシュナ、1880年4月1日から1965年6月22日、出会った。1885年に離婚し、その後、カロリーネ・フォンファーバーと再婚した。1888年に、ブフナーローと、 ブフナー・フラスコを発明、特許を出願した。たびたび同国の科学者であるエドワルト・ブフナーが、ブフナー・ロート、ブフナー・フラスコの発明者であると誤解されるが、ブフナーと発明者の、ビューヒナーが取り違えられて、ブフナー・ロートと呼ばれるようになった。よって、本来は、ビューヒナー・ロートと呼ばれるべきである。1925年4月25日、ダルムシュタットに没す。 エルンストのおじには、ゲオルク・ビューヒナー賞に名を残す、劇作家、革命家、自然科学者のゲオルク・ビューヒナー。おじには、医師、自然科学者、哲学者のルートビヒ・ビューヒナーなどがいる。ありがとうございます。